もうちょっとね、ドリブルね、そんなドリブルじゃ抜けないよ、人は。わかる？もう止めよう、止めようと思ってるの。何が起きるかわかんないところでドリブルできなきゃダメで。わかった？はい。最初からもう止めることを考えて、スピードを出さないで。スピード。スポーツカーに乗って20キロで走ってたらつまんないだろ、お前。よーい、ゴー！もっと性能がいい、もっと性能がいい、もっと性能がいい、もっといい性能がいい。背中！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 背中で頭の方がいい。待って！どっかのタイミングでアウトサイドで外に。マジか。ちょっとごめん。ちょっとさ、リンゴくん頑張りな。はい、ゴー。シュート。今、俺は鬼なんだけど、二人一組でやってもらうからね。話が終わってないのに言っちゃう。バカなんだよ、バカなんだよ。日本語は分かってない。いいか？はい。まだ話が終わってない。俺が教室にいたとすると、ランドセルを窓から放り出される。点が取れるようになるのはこの後だから。この後こう来ます。はい、後ろに下がります。アウトサイドで触ります。その後もう1回これ1台でもう1回クッとスピードの前で飛んで打つ。そのこう来ます、足で引きますが1で、2で出します、3で打ちます。2の時にもうトップスピードになれるかどうか、そのスピードアップができると点が取れるようになる。そこでゆっくりなスピードで対応されちゃう。そこで俺を置き去りにしなきゃダメだから。はい、ゴー、ゴー。こう来る、グッと、グッと、そこ遅い。全然遅い。本当はラーメンの一番やばい。ゴー。ちょっと早くなった。ああ、でも全然ダメだ。今のも、かっちゃんサッカーしてたんだよな。はい。やってみる。はい。裸足。おお。あんな近くでやれって言ってないで。スピードに乗ってくんだから、ね、この辺の位置で最低限度立ってる人がいないと。分かった？ゴールエリアとペナルティーエリアの真ん中辺で、そこから始める。で、横に行くんだからすぐ横でやってるとぶつかるから。分かった？本当本気でやってるんだから、そのボールがぶつかると危ないからね。一回一回真剣にやんないと。分かった？はい、分かった。うまくなりたいかうまくなりたくないかはみんなのやってるだけですぐ分かる。うまくなりたいと思ってる人はうまくなるし、うまくなりたいと思ってるやつはこっちだって教えたいと思うし、もう上手くなりたくないやつにそんなに教えたいとは思わない。いい？分かった？はい。教えてもらうっつのは本気な人じゃ初めて教えてもらえるんだから、ね、いい加減なやつに教えたいとは思わない。分かった？はい。小山監督が本気だから俺だって長野まで来てる。でもみんなが本気かどうかは分かんない。はい、いい加減な、いい加減な親に育ってるからいい加減な子供ができてしょうがないんだけど、いい加減な、さっき俺がやったのと違うよみんなよ。
もうちょっと下がって。うん、僕はちょっとうまかったな。アップル。アップル。あれまだ。ずっと下がってくなっちゃう。ずっと下がってって。すごい。あ、だから僕が悪いんだよ。僕が悪いんだよ。僕がそこに行ったから悪い。行ったらスピード。わかる？わかる。だから行かなきゃダメなんだ。はい、お願いします。はい。今度逆。飛び込んできた時のアウトのかわし方が一番すごい。ピッピッて。うん、ポッポの左足ですね。この子の左足はすごい。マラドーナ、マラドーナ、マラドーナ。久保くんのシャツ着てるけど。うまい。うまい久保。久保たけしよりうまいな、お前。久保たけしの2年生ってそんなうまくない。あれ見てて、あのタイミングでアウトのタイミング、その後2回目はこの後早くさ、2回目は松本陽介流だからな。他のもうちょっとやってみよう、もうちょっと。はい、その後そしたらスパイク。どうしたんだ、自分の一番大切なボールは友達をなんで置いてきちゃったの。友達を連れてきた。俺は友達だろ。俺は友達じゃないか。友達だ。友達だ。当たり前じゃん。よし、どうだ。なってる？なんかいい。じゃあ、靴下を履いてスパイクを履いてきてください。で、水も飲んできてよ、ね。トイレ行って。いやだって本当に声はあるんだ。どん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 。ああもう。さあ。本当に声はあるんだって。わざと。いやできたんだとか。それがリードだよ。あ、もう一回。いいね、何だっていいの、何だっていいの、今日。ああ、今のがすっげえよかった。はい、こちらです。ちょうだい。ここで質問です。今、ここでこう来て、すごくよかったです。何がよかった、かけていた。タイミングが。ああ、タイミング良かったね。じゃあせっかくだからお父さんに聞いてみようか。お父さん、ちょっと come here。 come here。 come here。 お父さんみんな、yes。 come here。 あ、じゃあ僕もう一回やってみよう。よし、もう一回やってみよう。すごい、すごいいいんですよ。何がいいのかってことは、ね、おー
今ね、浦和レッズで吉田さんっていうキーパーがいるんだけど、こいつは前橋修平高校でインターハイで準優勝の正キーパーで、法政大学からラスパク佐世行って、ラスパクの小座から、トリニータ行って、トリニータから浦和レッズに去年からんが入って、で、今最高に楽しいことでしたけど、何が楽しいのか、もうスペインのコーチにいろいろ教わってるんだけど、楽しい。で、そいつが高校生の時に、あのサッカー部だったんですよ。でも、前橋育英高校のバスケット部も結構強いので、バスケット部の監督は、お前、ね、インターハイ予選、サッカーとバスケットも出てくれ。この頃はもう。マジですか。そう。で、今の子があってすごい上手い。で、今のは共通してることがあるんだよ、サッカーって。見つける。何だと思う？ボールを使う。あ、ボールを使う、そう。フェイント。うん、フェイントはそうだ。スピード。タイミング。抜け出す、タイミング、そう。緩急、そう、素晴らしい。そういう共通なんですよ。バスケットは全然無駄じゃないんですよ。で、もう指導者とすると、何が？かっちゃん。はい、今のです。まだあるんだよ、でも。あの、遠い方の手でドリブルするとか。まだあるよ。目線とか。あ、目線もあるね。まだあるよ。もう、ぐずぐずしてると寒くなっちゃう。うーん。呼吸とか。膝が弱い。だってあの子、俺、サッカーのプレー繋いみたけど、あんなに低くなる膝が。確かに。もう一回やってみて。膝がすごく、膝が柔らかくなる。すべてのスポーツに大変なのは、膝が柔らかく、あんなに膝がこうに曲がる？わかんないっすね。こう腰高の子が多いんだよ。でもやっぱり、写真とか見ると、膝が曲がってる。確かに。でもバスケットやるとね、自然と曲がる。へえ。アップル。アップル。これをサッカーボールでやればいいこと。確かに。まあ、そっちの先生あるかもしれない。アップル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 。ありがとう。おい、何やって。いや、あの、座っちゃダメよ、それ。ついてればいいかもね、粘長。ボールをついてればインバイさせて。おいじゃ。おお、いいね。ナイスチャレンジ。この掴むっていう感覚だって大切なんだよ。それでは準備ができたんで、どこの場所行ってもいいから、あれ7本をダブルタッチで越えてください。ポイントを、ね、いくらいい食材があって、ポイントを押さえて調理しないと美味しいもん。これは作るといつもまずいって感じ。はっきりした感じだった。
まずい。センスがない。硬いのはしょうがないんだよ、硬いのは。硬いのはやっていくとできる。はい。じゃあ。一人一つ前にいてもらっていいですか。はい。はい、行くよ。お父さんがいるからね。はい。あと。お父さん方の今度はお父さんが顔はお父さんと目が合うようにドリブルしてください。わかりますか。でお父さんが面白いお父さんだとこんなことするかもしれない。こんなことするかもしれない。いろんなこと、こんなことするかもしれない。これいくつ7。そう、それ反応できながらダブルタッチができるとこれはくなる。わかる？はい。よーい、ゴー。3、4、5、6、7、8、9、10、4、5、4、あ、じゃあ、0、8、お前ら、数字やってくれるから。0、6、数字がやってくれるんだよ。4、数字が引いて、4、引いて、ちょっとどうも目当てた。目当てたね。かけて。顔上がってなくて、うん、だから姿勢が良くなる。中田ひなみたいに、はいはいはい、姿勢のプレーヤーの。確かに。本当だ。できると思います。両足のアウトだけでお願いします。アウト、インは使わない。いいですか。はい、あの先生、もう始まってる。出す6、あ、いいな、あ、やばい、ちょっと6、8、7、10、鼻水が掛け算。
足算。足し算。引き算。ゼロ。引き算。はい、これで、これは今やってたのは気が小さいとな。はい。ああ、どっちなの？少年画法のあの付録みたいなもんだから。こっちでこっちで。はい。顔上げている。ああ、そうだね。あとここに。はい。腰が低い。腰が低い。はい。ツータッチ。ああ、そうよ。ピンポーン。ポイント押さえてるね。ツータッチだって今。ツータッチ。わかる？わかるかな？はい、ツータッチよ、ゴー！はい、3分しかやらないから。足し算、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 小指ですかね。そういうスカート置く。スマホ。待って練習した方がいいもっと。じゃあもう一回次。今度は今のは。いいよ、そんなことない。はい、ね、はい。で、今のは簡単だったの。今度は難しいバージョン。はい、難しいバージョン。アップル。今度は、一回しか足りない。ワンタッチ、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 ワンタッチ。ワン、イチ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 、そう。はい、頑張ろう。はい、頑張ろう。ワンタッチしかできないんだよ。ツータッチしかダメだよ。イエイイエイはい、そうしたら、待っててね、次のグループの人はここに。はいはいはい、温まるから、温まりますね、はい、自然とね、自然と温まる。サッカーボールを使いながら、次は結構やるよ、これから練習する。体をこれでギリギリ、結構こだわりがあるでしょうね。数が学年によって違うから、タイマー長い距離はなるべくタッチ、スピードが上がるからね。回った後のスピードどうにやったら上がるか。
教えてやってることじゃないですけどね。距離があるからスピードが上がるんだよ。で、ここに回り終わった後に回って左足のアウトで触ると左足のアウトでキュンと前に出すと速くなる。わかる？ここに回るよね。回って回り終わった瞬間に距離が速くなる。はい、ね、スタートってそっち早く行って。はい、はい、一番、はい、はい、アップル。はい、第2回戦。今4本あるよね。1本、2本、3本、4本くらいあるよね。で、そのうちの中の2本はどこに置くの？どこに置くのが一番勝てそうか、4人で相談して、いい？俺がおしっこ行って帰ってきたら、ゴーって言うから、頑張れ、頑張れ。よそのチームの、マネージ。よっぽい、ちょうだい。よかった？はい。はい、どうぞ。行きましょう。行ってくれ、行ってくれ。行ってくれ、行ってくれ。OK、OK、そこです。OK、OK。
ここのグループはここの元ラインからここまでがエリア、次のグループはここエリアね。で1対1をやりますけど、1対1ぶつかりっこしないかどうかちょっと確認してもらえればと思います。はい、ボールの出し方いいですか？はい、分かった？はい、はい、出し方がどんどん変わってくるからその都度一回集めるから、とりあえず今のをやってください。もう一回やるよ。はい、やってみて。そうだ、あ、ごめんごめん、ダイレクト、ゴー、シュッシュッ、はい、分かった、はい、5分間、5分間、5分間中にいるか、ダイレクト、はい、ダイレクト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 、そしたら今度は戻さなくていいから2回目の時にやろう、シュッとしちゃう、お前が打つ、お前は追ってますもん、大変だぞ。この距離でシュート打てなかったらもう永遠に打てないから。ボタン渡しとく。よ、はい。やば。あれスライディングする、最悪。最悪。ね、あのスライディングしちゃうともう次動けないから。コーナーの子ってほとんどスライディングしないでしょ、うん、俺スライディングするのはもう僕は負けちゃいましたって宣言してるの。戦い続けるためには配置配ったって立ってなきゃダメなの。寝ちゃったら動けないもんなあ、わかる。ワールドカップの時はスライディングしていいよって原口君、もうそこはもうね、勝つか負けるかだ、えらい違いだから。でもまだ小学生は未来のある未来を捨てちゃっちゃダメ、スライディングなんかでごまかしたら。今だってお前蹴る前にも言ってたじゃん、本当に悪いやつだ。おじいちゃんはそんな風にリンゴなんか作っちゃいやしねえぞ、もう一回やるうち。先生堂々とやれ。ダメだ今だつま先なんかで打っちゃったもん、のそのそしてたから。今どっちから人が来たん？左。お、そしたらどっちの足でちゃんとブロックすればよかった？右。お、右か、左。こっちから来たんだ、こっちの足でドンってブロックして右足でしっかり、こんな転ぶとこじゃないぞ。なんで転ぶなんだ。はい、はい、おー、そう、よく今はこっちから来たよね、人がね、左足で打ったよね、正解。お前頭がいいな。ゴー、俺は一人ぐらいと余裕で抜けちゃうから、ディフェンスを3枚です。そうしないと俺が重く、本当に自分勝手なやつ。うちの人は行っちゃダメって言うんで、お母さんとか自由で、お父さんはあの大学の先生だから忙しくて、はいはい、今日は休みなって言うと、南署に10時頃来るんで、どうしたん元気、お前休みの連絡あるんだけど、母ちゃんが仕事してる間に台所行ってお肉を作ってやるって、3時間ぐらいかけて歩いて、3時間かけて風邪ひいてる中歩いてきたんですか。
鳥とその仲間たち。今度はこの人が攻め守り守りちゃんとやってよ。じいちゃんに言っちゃうからね。もう下がって、はい、そのぐらいのところでちょっと、みんなだいたい見ながらやってね。はい、あ、僕はボロンってこっちに、これは待っててね、3人目の子はね。はい、ここで出す。僕はワンタッチで前を向いて、あの子を抜いてシュートを打つ。で、僕はあれ仲間だから、アップルはアップルが来るまで抜かれないようにガードする。僕は早くして2対1にしてこのボールを取る。僕は2対1になる前に1対1で勝負する。わかる？理解、やることは理解できた？はい、ゴー！まだ終わってない。はい、いいよ。はい、で、2対1の方は取ったらドリブルはしないで、2人でパスをしてここのところの突破する。わかる？わかる？半分変えてみる。僕真ん中にいる、真ん中に。僕はもうあの黄色いところ、そう。いい？ゴー！まだパス。あのくらいはいいけど、パス。もう一回。オフサイドもあるからね。二人でオフサイドしてパスなんて、そんな卑怯なことはねえけど。はい、どうする。はいよ、オッケー。で、三人でやるから、一人が抜けて、また三人でやる。わかりますか？いい？ここやった子はここに来る。ここやった子は向こうのディフェンス。向こうのディフェンスやった子はこっちに来て一回休む。わかりますか？はい、どうぞ。動くな、みんな動くな。みんなもいいの、よく、よく。みんなは、シュートは合わせ技でいこう。誰かを出して選択に来たボールを合わせてしまう。わかる？誰かドリブルしてきてシュートじゃない。ドリブルからセンタリングシュート。わかった？わかった？はい、いいよ。はい、よー、はい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 、